どうも皆さん、こんにちは。こんばんは、ゆうころです。先に言っておきます。今日、裏田次元に行きます。もう、標高がね、画面に出てる時点で、ネタ動画になるかと思いきやですね、今日裏田次元やるんでね、ガチ攻略動画です。よろしくお願いします。はい。で、今回なんですけども、こちら、標高を使っていこうと思います。はい。このキャラですね、覚醒がスキブ封印2つ、10強10強10時、非コンボ強化2つ、ボイスト。で、超学生無効管で、まあ、10強10強無効管の最低限の火力持ってくれて、で、まあ、今回ね、ロザリン距離で使うんで、火力的には十分足りますし、あと十字で超クライム対策とかもできます。はい。で、何よりこのキャラ、まあ、メインは一応スキルですね。10ターン火目覚めで、全ドロップロック解除に火回復の二色陣変化、そしてスキル進化して、進化後が左端2列を火ドロップに変化してくれます。はい。で、これが2ターンスキルですね。パッと見周回っぽい感じに見えると思うんですが、今回ロザリン距離で使うってことで、76のね、火のコンボ強化パーティーなんで、まあ、当然このね、非生成に関してはかなり活躍してくれます。はい。で、この演説だとね、このロザリンの生成と、6個生成と、あとはトリガーの目覚めを使って立ち回ることになるんですが、まあ、まずトリガーの欠損対策ができるっていうところと、ロザリンで盤面にヒドロップ少ねえなっていう時とかに、このスキルが使えたりします。まあ、序盤はね、覚醒無効回復で使って、後半はこのキャラをね、もう完全に火力要因として使うことができるって感じになっております。はい。まあ、今日はですね、こちらの標高をね、火力枠で使っていこうと思います。で、編成、久しぶりにロザリン強力ですね。はい。リーダーロザリンです。毒目覚め耐性に、こちら。はい。反すべき継承ですね。反すべき継承で、バインド、チーム HP、チーム回復、スキブに毒耐性持ちです。もうこの武器は無条件で最強。毒目覚め耐性、潜在です。で、トリガーですね。トリガーは、こんな感じで、秋音継承してあげてます。はい。まあ、ヒドロップのね、生成枠、そしてドロリフ枠として利用できます。はい。火力も高いし、優秀なキャラですね。お邪魔目覚め耐性つけてあげてます。で、ひそかです。暗闇耐性プラス上限解放。そして、海馬武器継承です。はい。ダメージ無効武器としてもね、海馬使えるんでね、優秀な武器ですね。そして、キスショットです。無効化に上限解放、遅延2つ。そして、メナー武器継承ですね。はい。あ、ごめんなさい。キスショットは、小学生スキルブーストプラスですね。失礼しました。無効貫通じゃなくて、キスショットはスキブプラスお願いします。はい。まあ、とにかくね、序盤の変身ができなきゃね、元も子もないんでね、キスショットに関してはスキルブーストプラスつけてあげて立ち回っていきます。はい。スキブ6個持ちですね。ひそかもスキブ4だし優秀。そして標高です。無効管に遅延2つに上限解放。そしてこちら、バール武器継承で覚醒無効回復要因として使っていきます。はい。最後に距離ですね。無効貫通、上限解放、遅延2つ。最後、オロチ武器継承という形になっております。はい。まあ、今回ですね、こちらのオロチを使っ、オロチじゃない。もうちょっと僕の頭がちょっと、やばいですね。標高を利用して、距離と、ロザリン編成で使っていこうと思います。はい。もうこんなね、見た目ネタ編成みたいなね、キャラ入れてるわけなんですが、ただ今回ね、裏田次元やるということで、まあ、果たして本当に勝てるのかというところではありますが、まあ、実際にね、こちらの編成を使って頑張っていこうと思います。はい。編成も出てると思います。今日はロザリン編成、距離編成を使って裏田次元挑戦していきます。実際に使っていきましょう。さあ、ということで1階層からやっていきましょう。まずはロザリン変身してあげて、密かで2ターン遅延発動します。からの標高変身ですね。火目覚めと二色陣です。そして、向こうを組まずにメタトロン残して殴っていきます。はい。まあ、こんな感じで平積み組んであげれば OK ですね。絶対に向こう貫通は組まないようにしてください。で、これで11コンボ、12コンボ。さあ、まずはメタトロン以外をこんな感じで倒していきます。はい。OK。で、その後ですね。まずここは1コンボ繰り返していきます。はい。するとこいつが怒るんですよ。このタイミングでメナー武器を発動します。はい、メナー武器発動。はい、そしてトリガー変身までまたスキルダメしていきます。で、バール武器ってね、スキルターンがね、最短2ターンで溜まる武器になってますので、標高はなんと4ターンで覚醒無効回復要因として使えます。すごい使い勝手良くない?バール武器をつけた標高は4ターンで覚醒無効全回復とドロップロックが打てます。はい、2ターン2ターンなんでね。で、トリガー変身してあげて、敵が残りターン1になったら突破していきましょう。じゃあこのまま全力コンボして突破していきます。ダメージ無効ももう発動されていないので、しっかり火力出してあげることで突破可能です。さあこんな感じ、火の5セットですかね、多分5セット組んであげて6セット。さあ火力ご覧ください。こんな感じです。いい火力してるでしょ。いい火力めちゃくちゃ強いんでね、火力は。で、続きまして2階層です。2階層は初手オロチ武器を打ちます。はい。で、チーン入れてあげて殴っていきましょう。ついでにロザリンもね、3ターンで変身できるんで変身していきます。で、標高はバインド食らいますが、特に問題はないです。はい。
ロザリン打ちます。はい、変身し忘れてたロザリン打ってあげて、あ、ここでもうトリガー打っちゃいましょうか。はい、で、しっかりと火力出してあげて突破していきます。はい、これで11コンボです。このまま突破していきましょう。ナイス。さあ続きまして、3階層です。俺待てよ、これ大丈夫だよな、目の合う武器スキルマだよな、な、大丈夫だよな、すごいすごい不安なんだけど、目の合う武器スキルマだよね。とりあえずここでひそか打ちます。はい、で殴っていきましょう。とりあえずスキルマじゃなかったらちょっとやばいけど、多分スキルマだと思うんで、とりあえず1コンボ組んでいきましょう。で1コンボ2回繰り返してあげて、敵が残りターン1になったタイミングで距離を打ちます。はい、でこれで軽減張ってコンボですね。いやでも多分ね、スキルターン合ってるはず、うん、気のせいじゃないと思う。でこれでしっかりリダチェン対策とケスナドロップ回復も実質的に対策してあげて、まず1ターン殴っていきます。多分編集中の俺がいい感じにカットしてくれてると思うんで、多少見やすくなってることを祈る。もし編集中の俺がノーカットしてたらごめんなさい。さあこれで火の全力コンボ組んで、このままここも突破していきましょう。はい、これで17コンボでここも倒していきます。で続きまして、4階層ですね。4階層はキスショットに継承している目縄武器のスキルを貯めてから突破していきます。じゃあ一旦カット。まあ4階層はね、普通に目縄武器のチェーン入れて殴って突破していきます。で5階層ですね、初手トリガー打ってあげて盤面リフレッシュしていきましょう。でさらに目覚めをね、上書きできます。はい、でちなみに目縄武器のねスキルベ、さっき動画見直して確認したんですが、ちゃんとスキルベマックスでした。はい、ここはね、火の2セットぐらいで削っていきましょうか。いや、もしてか、目縄武器がスキルマックスじゃなかったらちょっとやばかったんで、これはもう安心しましたね。はい、で、ここは火の2セットで、OK、ちょっと削ってあげて、あとは無効管で倒します。はい。で、まあ、ここは別にどうでもいいんだけど、次の6階層がめっちゃ大事で、ここでホルスが来るか、ラーで来るかで、ちょっとね、やりやすさが全く変わるんで、とりあえずちょっとホルスが来ることを祈ります。あ、間違えた、ラーが来ることを祈ります。はい、ラーが来ると76番面、ホルスが来ると65番面って感じになります。いやマジで頼む、いや本当に頼む、マジで頼む、ちょっとマジでお願いします。さあとりあえずここ倒していきましょう。ここ絶対にラー、絶対にラー、絶対に何が何でもラー、ナイスラーなんで、ここはこのまま殴っていきましょう。まずバール打ってあげて、でトリガーで決め覚めで距離打ちます。盤面はヒドロップ12個か。まあ悪くないんじゃないかな。このまま全力コンボで殴っていきましょう。倒しきれるよね、火の4セットって。意外と無理だったりする。まあ別に次の階層のこと考え、いや。これ別にロザリン打ってもいいな。ロザリン打ちましょう。どうせ次ね、何が来るか分かりませんけど。例えばなんですけど、次ルエルとか来たら盤面ロックされちゃって、そもそもトリガーない視点でどうせめんどくさいんで、別にここをワンポン狙っちゃっていいな。どうせ次の階層で火の2セット欠損したら終わりですし、第一こんな感じで盤面にヒドロップ1セット分残しとけば大丈夫でしょう。でかつ火の全力コンボ組んであげて、火の5セットですね、5セットも組めば絶対ワンパンできるやろ。ナイス、これでワンパンしていきます。ちょっと盤面ドキッとする盤面してるけど、色はあるから大丈夫。そして7階層、ロゼールですね。ロゼールは、まずちょっと盤面、火の 2C で耐久します。はい。5万8000なんで、2発受け切れるから大丈夫、安心。絶対火の 2C で止めておきます。OK。さあ、これで火の 2C 止めしてあげて、半分いかないように削り、15コンボです。火の 2C なら絶対いかないから大丈夫。で、あとはどっち打つかだけど、どっちでも OK って感じ。盤面の色は、あ、結構あるな。じゃあこれ次どうせ目覚めも上書きしたいので、ロザリン打ちましょう。
で全力コンボしていきます。いきましょう。さあこれで今4セットかつロザリンエンハンスですね。ロザリンエンハンスも2.2 倍ぐらいかなあるはずなんで、このまましっかりと2パンしていきます。ナイス。さあそして8階層です。ガブはまずい。まあでも大丈夫っちゃ大丈夫か。一応ガブリエルはね、半分時にねバインドが来たはずなんだよな確か。なんで、まあ、とりあえず半分いったから OK。 さあどんぐらい削りは痛いね。6万戦で兵庫が5ターンバインド食らってますけど、まあなんとかはなるでしょう。これでもう少しでも街も作ってあげて、ちゃんと火力出しに行きます。キドロップの火力とかもね少しでも乗せてあげて、さあ16コンボ倒してくれよ、頑張れ。ナイス。このまま突破していきましょう。さあ9階層です。バルーバルーキースショット打ちます。はい、キースショット打ってあげて、ケサドロップ回復、バインド、覚醒無効、全回復、ロック解除、火、水、光、回復の3色時に変換です。こいつはどう考えても倒せると思いますが、まあ、不安だったらトリガー打ってください。いきます。意外となんかね裏のこいつ硬いからね、油断してると負けるんで注意。さあしっかりと火の3セット組んであげて、コンボ強化の火力も含みながら殴っていきましょう。油断のコンボです。はい、まあ、これは絶対ワンパンっすね。 OK、 ワンパンしていきましょう。さあ続きまして10階層、アンドラー。アンドラは超クライム目覚めか、やだな。はい、初手十字組むか。今初手十字組むべきですね多分。じゃあロザリン打たない方が良かったですね。53で良かったな。いやいいわ、初手もうこうします。徹底した十字でいきましょう。理由としては超クライムやっぱうざいんで、はい、もう初手に消しちゃいましょう。13コンボ14コンボ、ロザリンじゃなくて絶対盤面でよかったんだけど、ある意味十字2個組めたんで OK っちゃ OK。 で問題はこっからどれだけ頑張れるかなんだよな。無効管組めますねこれ。無効管でいきましょう。うん、ちょっとまあパズルミスってるけど、一旦無効管で14コンボで HP も全回復はできると思うんで半分。え、強っ。これは絶対標高の火力だわ。ナイス。これで半分いくの強いな。さあパズル教室、ここは頑張りましょう普通に。はい、エビ延長からの盤面生成。毒やだ毒やだ毒やだ、うっ結構危ないんだけど、怖っ。ナイス落ち込ん。全然落ち込んのおかげで危なくなかったわ。あ、であれだね、もう標高のアシストがそんなにいらないんですよねこれ。こっからあの基本的に標高のアシストがいらないので、標高のこのニューイヤーダンス早打ちに打っておきましょうか。ここまずロザリン打ってあげて、標高のアシスト打っておきます。でヒドロップ欠損時にこのスキル使えますし、シンプルな供給としても使えるので、さあこれで無効管プラス全力コンボしてあげて殴っていきましょう。どうせ次トリガーなんでね、ロック解除する必要はないんで、さあこのままぶっ倒していきます。ナイス。続きまして11階層です。あ、めちゃくちゃ危ないって思ったけど、待て、別に会話でも大丈夫ですねこれ。ダメージ吸収もあるし、ダメージ無効もあるし、とりあえずここはひそか打ってあげて吸収無効発動で殴っていきましょう。
でね、密か使う場合に関して1個注意点があって、こっから必ずスキルダメをしてください。これ理由があって、14階層のアルシオンで密か落ちたいんですよ。何も考えずに全力コンボしちゃうと、そこで密か落ちなくなっちゃうので、必ずここはね、密かもう1回スキルため直し入ってください。じゃあ一旦カット。OK! じゃあ耐久終わったんで、ここも突破していきましょう。ヒソカは残り7ターンです。これを必ずアルシオン階層までに溜め切る必要があります。奇跡等で挑戦もできるんでね。まあ別にそんな焦る必要はないけど、一応ここでね、6ターン分のスキルダメは絶対しておきましょう。ということで突破していきます。はい。今の解説、この編成を使ってプレイする人以外に絶対に必要ないんだけど、本当にこの編成を使って裏田次元行く人多分、これ、いないと思うんですよ。まあ、いて1人。いや本当にいないんだろこれ、絶対いないわ。なんでかっていうと、まず組む人がいないし、じゃあもうこれ今の解説は誰に向けた解説なんでしょうか。いや、パズドラ上に対して向けているのかもしれない。闇は深いということでね、よろしくお願いいたします。さあということで、ここもね、一旦こんな感じで殴ってあげまして、ロザリンでぶっ倒していきましょう。UB現象クラウンガイ、やばいやん、めちゃやばいやん、めちゃめちゃやばいやん。え、これめちゃくちゃやばいやん。ちょっと待って、まあいいや、ロザリン撃った後に突破するか、趣深いパズルします。いやもうこれね、見えてます。ルートいきます。ういういうい、はい、ナイス。さあもうこれでこのまま10コンボ組んで突破していきましょう。待って、そもそもこの遠征リダフレ5コンボ加算か、楽勝ですね。はい、これで突破していきましょう。ナイス。で続きまして12階層ベリアル。ベリアルは距離打って、いや、ちょ、何、あ、指現象食らってるからか、びっくりした、今めちゃくちゃ焦った。とりあえず距離は絶対打ちます。ロザリンでいいかな、ここはロザリンにしましょう。絶対に倒したいんで。一応ね、あのこいつってね、弱いんですけど、火属性半減がありまして、あの火属性と水属性である場合、特に火属性である場合はこいつめっちゃ硬いんですよ。ちゃんとロザリン打って殴る必要ありです。しっかりとエンハンスで火力を上げてあげて、17コンボまで確実にワンパンしていきます。ちゃんとロザリン打って殴れば倒しきれると思います。ナイス。さあ続きまして、あ、ちなみに標高とかも打てるんでね、エッソンジャー標高も打ってるって感じです。13階、そうで、ここは必ず1体ずつ半分まで削っていきます。まあ適当に左だけでいいか。で殴っていきましょう。ここは調整ミスったら即終了の終わり案件なんで、ちょっとねドキドキしますね。まずは左側から半分まで持っていきます。さあでこれで1ターン耐久、標高が若干ハンスクラウンドだけはまずいん、そこだけはまずいっていう唯一の場所がましたね。さあでこう、おお、なんだこの盤面、ここは右全力でいきます。でもまあこれはこれで OK かな。指が11秒ぐらいしかないんで、この編成ちゃんとねパズルは頑張る必要があるんですけど、さあこれで右タゲでいきましょう。次は強行が若干ハンスからともちょっと痛いんで、スキルダメしつついきたい感じではあるね。まず半分いかんかったですね。まあ、LG はなけなしのちょっとした火力上昇だけど、相手がどっちも貴族性なんで、まあ多分倒しきれるとは思うんでね、信じます。編成をナイス、これで突破していきましょう。さあ続きまして14階層です。アルシオン、うー怖い。アルシオンは密かで属性吸収無効対策していきます。とりあえず初手盤面は普通に殴りましょう。いきます。え、殴っていいよね、特に遅延とかはないよな。なんか不安になってきた。え、でも多分ねこいつはね特になかったはず。全力コンボしてあげて OK なはずなんだけど、あ、万が一があったら怖いんで一応調べておくか。はい、14階層、そうですね、特に何もないですね。なので全力コンボでいきましょう。いきます。サブがね若干半スクラってるのがねめっちゃ苦しいんですけど、何が何でも半分までは持っていきたいって感じですね。この若干半スがマジで害悪すぎるんだよな。これ考えたやつマジダメ、この悪魔みたいな。
150億あるんで、果たしてこれで削り切れるのかって感じではありますが、うわーやばいよー、一番嫌なことになりましたねこれ。で必ず距離打ちます。うわ、キチー、ひそか打ちます。属性変化したいって感じかな。ここはトリガーにしましょう。当然で次標高打ちたいんで温存でいきましょう。うわー、次どこに弱冠ハンス来るかでもう全部決まるな。できれば標高だけは避けてほしい。マジ頼む、標高に弱冠ハンス来なければ理論上は抜けるはず。いや、それでもギリだな正直。標高には絶対来ない。標高に来たら終わり。よし、であとはもう信じるこの編成を。標高打ちます。でもうぶん殴るしかないだろこんな。無効感だな。ロザリンはいいか、打つかロザリンも。超貴族性、もう超ヒドロップ火の海にしてやる。マジでいけます。さあこれで無効感含む昨日もう6セットぐらい組んであげて15コンボ意地でも完走させましょう。さあもう落ち込むまで19コンボ。さあもうマジで頑張ってくれ。ナイス、マジ最強。15階層。ねえ、もうここはまず初手トリガー打ちましょう。でも待てよ、こいつって火闇吸収だからさ、序盤の方別によくね。電力コンボいきます。ある意味序盤火闇吸収だから大丈夫かもしれん。そんな密か欲しいわけじゃないしな。もちろん後半はあれだけど序盤はあれだしね。もうこれで距離の軽減も晴れてるんで、もう回復1セットで全力コンボします。16コンボ。たなぐり、うっ強っ、オーマイガー、オーマイ強、マジで。いや、向こうか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 。いや待てよ、いや147じゃ抜けないか。428426、ロザリン標高は突破ラインなのでは。ロザリン標高を信じるのやつに編成を語る価値はない。いきます。でも分からんよ、分からんけどいける気がするんだよね。なんか13コンボ14、15、どうだ、いけ標高、強すぎる標高は。いや標高やるやん、やりますね標高、お前めっちゃ優秀、ナイス標高、マジで感動してる俺は今本当に。で待って、これは何、トリガー打ちます。はい、おいトリガー打ったら十字振ってくるってめんどくさ、打ちたくね。あ、まだ木でいいじゃん、木で。よくね？いいな。だってさ、うん。そもそも距離が十字武器ついてるから、この辺で十字2個あるのか。だから木の十字組んで、木の2セットでまず一旦、マジでありかもしれん。か、トリガー打って盤面パズルかだけど、トリガーはちょっとリスク高すぎる。十字でいくか。いや、でも火力欲しいな。いや、トリガーだな。そんな悪い盤面ならんと思うよね。光光光光、木、闇、火、火、闇、火、闇、火、火、光、闇、木、光、闇、光、闇持つか。
まあ OK 時と場合によっては OK。 全く意味なかった。最悪。昨日2セットしか組めんかった。そもそも十字を解除する必要がなかったですね。だとしたら、うすいません。さあこれで火の5セット16コンボ半分ドーン、無効換2発で倒しきります。で当然のごとく標高を打ちましょう。標高いっちゃん強いんやから。あでも欠損してるんでトリガー先打ちで標高強くね。標高の生成マジで。え待って、標高これさっきまで使ってなかったのめっちゃもったいないな。これバンバン使ってかんとマジでもったいないぐらい強いわ。火力欲しいタイミングでの標高のこの12個生成無条件で強いね。無効換プラス火の1コンボ確定生成だもんね。冷静に考えてバケモン、冷静に考えなくてもバケモン、マジ強い。この盤面でいきます。さあこれで無効換含みながら全力コンボですねの14の15、16、このままボスで闇入れ者が来たら会話ため直す必要があるんで10ターン耐久なんですけど、あ違うごめん、19ターン耐久か。あ木は溜まり次第ひそかや目の刃で遅延入れてあげれば OK。光は密かで遅延してあげて十字など入れつつ殴ってあげれば OK です。闇は何ターン、19ターンか。あなるほどね、相場武器たまるまでなんで19ターン耐久になります。じゃあ今日はねこの辺りでご視聴ありがとうございました。バイバイ。えちょっと待って、待って、本当に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 ムカつきすぎて距離打つの忘れて軽減貼れなくて死んだんだけど、まあ標高は強い。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。